要はスマホ当たりやったね、はい、要はこっちが悪いことしようとしようしたがわざと歩きスマホしてぶつかって落として弁償しろって言って、っていうのがあるねっていう方スマホ当たりや、当たりや、うん、それともう一つはあの今度はもう、 もう夢中になって歩きスマホしようねっていう人を見つけてその人にわざとぶつかってあーって荷物落ちるやん、あの大丈夫ですかとかいううちにもう一人の仲間がなんかスーッと持っていくとか今合ってるんですか、うん、っていうので一応あのスマホ当たり屋っていうのがいますので気をつけてくださいってそのスマホ当たり屋にご注意くださいって感じでスマホ当たり屋って何っていう話からさ、あのちょうどこう受信したもんやけんね。で島崎にでその説明を受けよったわけ。ちょうどこの動画でね。ただいい動画が撮れたやん。気をつけて気をつけましょうみたいなね。はい、ただその後ほら結局私それがねうちの私が寝とうエアコンあのところのエアコンがキャパがちっちゃいわけ。だけどもうこんなに暑かったらもう冷えんわけよ。だけどもう暑寝苦しくてさ夜寝れんわけ。だけあれ壊れとっちゃないかなと思って。点検してもらったりとかなんとかかんとかとか言われてるこう業者さんから電話買ってきたりとかちょっと前から私の携帯の番号とかが言ったわけ私、はい、でその動画にさ2回も3回も自分の私の携帯の番号もさ言ってたわけ、はい、それで NG になったった昨日はでそれでテイク2に言う時はさだからこっちもテンション下がってでどう歩きそういうことどういう意味ってほらああスマホあたりやってどういう意味って聞くのにさ始めよう何それってなるけどさ、2回目ってなるとさ、ね、そうそうって、やっぱお芝居ってできんじゃねって昨日思ったと、あの何と思ったらやっぱ何ってこうね、その時の感情は出るけど、はい、2回目来たらふーんってじゃあテイク2とか言っててさ、でも島崎くんの説明は丁寧だったけど、2回目は逆に、私のテンションがふーんで、ね、まあ、いやそれついっちゃうけど、それでさ、あの要はなんと気をつけよったって前はね、そんなのあこんな時は音を消すとか、ちょっとこう、ね、ちょっと向こうに行って話すとか、もう注意散漫だったわけよ。だから気をつけないかなと思ってね。うん。それでね、あの、ネットバンキングの方って、あの、住信 SBI ネット銀行教えたろ、はい、あれいいよって、ほら、あっちでと。で、あれって、月末に残高がいくらだったらっていうので、ランクを A ランク、1ランク、2ランク、3ランクって分かれたわけ。だけど、昨日の月末で金額を整えとかないかんかったもんやけどさ、あの、ネット上で振り込みしよったら、300いくらとかお金かかるわけ。うん、だもったいないよね。だけ、西山ステーキングから、普通に、あの窓口で下ろしてセブンイレブンにバッとお金を入れに行くみたいなことはこうしよったっちゃうけど、たらセブンイレブン西日本支店銀行の窓口の女性の方がね、これは何に使われるお金ですかって聞いてくれちゃうわけよ。だけど実はここあそれはしとかないとですねってそうでしょって言うという、私はあとで遠巻きに見守られるようなと思ってさ、ほらお金ね年齢の多い人がねお金を出しに行く個人なんやけど特にあのほら銀会社なんやったらやるけどね。あの、はい、振り込みのあれとか全部個人でしようわけよ、はい、あの窓口でした方が危なくないけんだっけ窓口でしてくれるってことは必ずその人的なちゃんとチェックが入ってくれるけんだよねだっけあやっぱりあのうんあの窓口でねちゃんとした方がね、うん、そうだっけ要するに誰が出しに来たっていうチェックだけじゃなくって今はその用途まで聞いてくれるわけよまとまった金額やったら、ね、だっけあのある意味それは聞いとったっちゃけどわたかまさか私がこう遠巻きに見守られる側になったんじゃないと思ったらさなんか嬉しいような寂しいようなでそれをセブンイレブンのお姉さんに言ったら私だったら寂しいと思ってきたけどいや私はなんかやっぱ頼りになるなと思ったね、うん、そのアナログのね窓口だからこそだけどねあの実は唐津のいとこがガールはねあの、はい、頼れる質屋さんっていうキャッチフレーズよく使えちゃう今うんいやそうじゃないといかんなと思ってね、うん、頼れるって大事じゃない、うん、おしゃれであることとかそのキラキラしておくことよりも、うんうん、大事ですね、 ねだけあ頼れる質屋さんっていいキャッチフレーズ使っとうなと思うやっぱやっぱ日頃からよく考えようねと思うね、うん、そう頼りにならない頼れる人にならないって親分肌じゃないといかんじゃんあのジャイアンみたいにイバットデミじゃなくて縁の下の力持ちみたいな感じでこういざっていう時にグッとこう頼れるみたいなねそういうタイプじゃないとで ある意味一つ一つの取引にその昇進っていうかこうねあの細かいチェックが必要なんやけど自分がね窓口でそのあれを受けてみてさあやっぱ窓その人間が新社員こそ助かる部分、うん、
うん、そう。そう。やっぱね、一言言ってくれちゃったらね。ただ、それで、あ、それはしとかないとですねって、そうでしょとか言って、そこで気が合うわけ。ピンと来てくれるけどね。意味が分かって。西日本指定銀行さんだけとの取引やったら、もうそれで送料無料なんやけど、ほら、福岡銀行の人もおっしゃるし、他の、あれやない。振り込みのあれがね。ただもうほら、その分、無料にしたきたかったら、そこ、月末の金額を整えとかないかんわけ。で、なんでだんだんそこの残高が減るかっていうと、仕入れたりとかなんかしたやつに、それが振り込むけん、ほら、その分どんどん減っていくやん、当然。だけいつかちょっと補充せないかんわけ。はい。で、ものすごい月末で5件とかいうときは振り込むっちゃけど、そのときにその300円くらいかかるのがもったいないと思うよ、私からしたらね。そうそう、自分の口座から自分の口座に振り込むのにさ、だけそういうことをね、朝一番にさ、バーってことは昨日とかしようとしてる。そしたらね、その女の子は一体、はい、でも、もう一人それは結局、お中元みたいな、この重たいものを結局、その結局、なんか、渡そうってするわけ、私に。そんなことを承知しよう、私に。だけごめん、今ちょっと無理って。ちょっとひどいと思うわ、それは。女の子の方はちゃんと見守ってくれよっちゃけど、ねえ。今からそれを結局セブンイレブンのあそこのポロコに入れろってしよう人間にそんな重たいもん持たせるとかさ、動線が見えてないわけだ。男性の方はね、ただそのほら挨拶せないかみたいな。だってごめんちょっとお手数やばってんね、今日今はちょっとごめんだ、もう一つのこと二つのこと一つのことこのね、これをもう集中せんとね、うん、じゃないともうなんか間違ったらガンゲンね、もうせっかくそんな人渡してくれるとしようけど、ちょっと今日はごめんって言ってから、じゃあ持っていきます、うん、ごめんね、そげんしてって言ったっちゃけど、やっぱそこはね、いやただの記帳とかさ、ほら、ただ納税みたいな、納めに記帳だけだったら手ぶらやけいいけどさ、こう、現金を持って帰ろうとしよう人間にさ、そんなん、お世話、なんとかとかでお中元渡す、そこで窓口で渡すってさ、だからあいつとは取引せんめ、私はあいつとは取引せんめと思ったけどね、その男性の、なんとかとか、投資の方の言葉言うてくる人だよね。うん、ってことで、仕事ができるできんってさ、やっぱこの空気が、その今の、今、これをしていいのかどうか、これ大事よね。学校で習わんちゃうのね、やっぱね。やっつけ仕事ともあんでも、ある意味。彼は。終わらせとこうみたいな。自分の用事はとりあえず終わらせとこうみたいな感じよね。月末にさ、動きを人に対してさ、渡しとこうってそんな。と思わん？だってさ、そこから心よ、うち。でも私がおらんときだっていいよな、私とったって。いや、まあ、ちょっと直接私がいいって言われとうとか知らんけどさ。でもそれでも、一番渡したらいかんときじゃない、今。ちょっとごめん、今困るんだよ。で、その書類は今ここでこうなんか書いてくれるんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、みたいな話や。ということだよね。お若いんですか？まあまあまあ、別に普通。20代後半から30代手前。20代後半かな？ぐらいかな？わからんけど。まあまあ、そんな風でさ。うちの母はね、なんかよくここでからさ、行員さんを説教しとったもん。あんた何考えとうとねみたいな感じでね。まるで、久しぶりに母が祖母と話してる感じがしてから、うんぬくありがとうございます。あんたことみんな言うんだけどさ、あ、こんな言葉いちいち言ったじゃねえと思ってね、うちの母ね。うちの有名な説教してやったよ。そういう人たちに対して、もうおかしいって言ってからね。うん、で、何を説明、ほら、急にパッとそんな声だけ聞くけんさ、もうなんかまた、なんか説教始まったなと思ってね。うん、どいつもこいつもって言うだけど、いやでも確かにどいつもこいつもよね、そんな時そんなことされてもね。私の前の職場に駐車場がいて、治療してる時に、自分がしなきゃいけない治療が3つ4つ重なると早くさばきたいわけですよね、これ以上なんか自分が溜まってくる、でついついなんか院長に、これどうしますかって聞いた時に一回目無視されて、でその時になんかこうあっと気づいて、あ、今じゃなかったって、もう何も返事がなかったんで、でなんかさーってなって、まあそういう1回目だったから、まあ注意ぐらいで分からないと、もう聞こえてないと思って何回も聞くんですよ、あのって、その子はもっと怒られちゃう。その時の20代だった時になんか初めて、あ、相手がすることを見ないと、やっぱりこういつ話しかけていいかというのはこっちが悟らないと、やっぱり医療、いや特にね、私思うけどね、医療もそうやし、あとこうほら、何かを作業するとかいうときに、そこが危険な場合とかあるやない、まあ、料理もひょっとしたらそうかもしれん、ね、だからこう愛の手遺伝者人は全部が分かっとって今だっていうので、アシスタントの方が優れとかないかんめんない、この間たまたまキムタク君があれした手術のあれしよったけどさ、結局
ね、オペのものすごくもうこれ彼女じゃないとっていう人おるやん。多分全てが分かっとってさ、しかもこの手術だったらこの器具がいいぐらいいいしゃけ、生意気なとこ行ってから干されたりはしなかったっちゃけど、もう仕事がしやすいわけよ。さっと出てくるけどね、もう言う前からもうそこもこう手を出せば出てくるみたいなさ、ね、そらあのもう優れとかなできんもんね。なんか会社でもちっちゃい手術があるんですけど、交通事故でバンと入ったとかもなんか渡し物するのに、私はもう長かったんで6年目ぐらいでやっとその渡す役でも慣れると、もう手を出すだけに渡すだけだけど、慣れないとこうそう、でもその何秒かで結局そのもう治る、綺麗に治る手術と長引くのと、どうかさ悪化するのとかあれじゃない、あの破傷風なんていうのは多分そういう分野と思う、あの原始的やけど実はあるのはそういうことやったりするわけやろ。ということで、あのチームの結局そのコンビネーション、うん、大事やね。だけあの特にそのあの危険な現場とか医療の現場とか、それはもうピリピリよね。で、その先生がピリピリしようというのは分からなくはないよね、ある意味ね。そんなことで疲れさせるわけいかんと思う。逆に言えば、もう本当にギリギリことしようとするっちゃけんさ。なあ。ってことで、やっぱり優秀な先生のところに、ね、手術してもらえかとかなんかとかいうのは、先生だけじゃなくて、そのチームやね。ね、チーム大事やね。まあそんなんでさ、あの、人のいいところは真似して、あこれダメだなと思ったら真似しちゃいけないっていう意味ではさ、やっぱりあの彼女女性の方が良かったっちゃけどプラスマイナスの場合ね、これだな。それでも悪いばっても銀行が言うてくる投資の話とかなんかはちょっと悪いばってももう煙に巻いとこうっていうか、もうなるべく泡目みたいなね、だから待っていくよね、うん、もうだってあったら話聞かない顔になるけどさ、もうおらんって言うてくれみたいになるやない、うんっていうことになっていくね、うん、だけどだんだんそうなっていくのがさ、なんか初め若いうちは分からんかったっちゃけど、ああそういうことなんだなっていうのはもう見えてくるよね。こんなのだってもう話時間も無駄やもん本当に、うん、それはなんだミネラル商品に行ってたわよ、うん、まあまあそれでさ、そうどんな風やったミネラル商品いわゆる真っ黒話が長かったりまでとにかく限られた時間でいただいて、私なんかさ15分やったっぱい15分前や、私の方が長いけどそうやろ、駐車場がそう駐車場がね、もう着いた時点で10時前に着いたけど10時オープンだからしばらく動かないと思ったんですよ、みんな入ったばっかりだから。で他ぐるぐるたぶん結局2時間ぐらい駐車場に行って、ああそう結局入れたんですけど、今ハンドスピナーって言って大人のあの皆さん知ってます？大流行りの店長知ってます？知らない人がいるでしょ。ここに、うん、なんかですね、コマ回し、空中コマ回しみたいなやつがあるんですよ、うん、でそれが大人のストレス発散になるっていうハンドスピナー、ハンドスピナーって言って、私なんか上の子にどれかいるって LINE するときに写真撮る、こんなんなんです。真ん中を持ってシュッて回って、これが10分ぐらい前、高いやつは10分、安いやつはもう1分とかで、コマなんよね。そうです、こうやって乗せる、はい、それがすごく脳にいいらしくてリラックスするのに、でこれが子供も本当に生お流行りって言って、宝石とか石には全く関係ないのに、夏休みで多分子供もいるって、案の定これを2個買わされてそれはあのあれやね、あの次男君を連れてったから食べちゃう。そう、それであの青いあのサファイアの。でもちなみにそれはいくらぐらいと？その。2000と2500。ああ、そこ結構いい値段ね、うん。で、サファイアのジュズが欲しいって、パワーストーンが欲しいって、次男が言い出して。とか、まあでも、ね、高い、まあまあ値段結構つけてあったんですよね。で最終日だから、昨日は5000円でした。今日は3000円です。っていう感じで、ああって言ってたら、じゃあもう2000円でいいですみたいな感じも、最終日だからっていうことすごい言われてたんですけど、いろいろあの見れてよかったです。あの日頃見れないやつとか。そう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 、だけどその、なんていうかな、あの、最高級宝石ではないけど、ね、なるほど、使い方によっては面白そうだなとかいうのもあったりするやない、うん、ね。うん、ありました。あの髪飾りとかで作ったり、なんか旦那さんが買ってたので、うん、あのこうな飾ってあったでしょ、うん、そうそうそう、でそれをあの次男が大きいなんかお箸かなんか持って、ママこれ何って言ったら、あこれねほら
ちょっと見せてたんですよ、それを。でほらこれ一本一本にやって噛んだしって言って、私が頭に刺すのよって言ったら、頭に刺したら血出るやんとか言って神やんとか言いながら、でそれが欲しいって、もう綺麗だから欲しいって言い出して、お箸じゃないからじゃあ一本にしたらとか言いながら、でもなんかお店にとって、でも僕は使えないよとか言い出して、そしたら数にしようかなと、うんうん、もうどんどん目移りして、家でもすごい好きだから宝石をずっと毎日見るんですよ、次男は。長男は全然見ないけど、うん、それでもうずっと行きながら、これはエメラルドとか、ゲームにもその宝石の名前が出てくるから詳しいんですよ。でずっと、なんかオパールはなんかゲームに出てくるオパールと違うとか、ね、早く行くよ早く、もうこっちが急がせる感じで、あのね、あとね、宝石ってさ、もともとどうやってできたのかっていう、あと地学から入ると、長男くんとかもしかしたら好きかもしれない。あの今ジオジャパンってあるよっちゃけど、はい、日本ってどうやってできたのかっていうのがあって、今第3回やったけどね、うん、結局あの中国の大陸にもともとくっついとったわけ、うんうん、でそれってもう何百万年も前よ、はい、まあ、まだ日本にたまにマンモス の化石が出てくるのはその時なんで、平たかったわけよ、はい、でそれが結局あの太平洋プレートってこう下にこう下がっていくよね、下がっていくたんびにこう上を引っ張るわけよ、こう引っ張っていくわけ、でそれで結構あの大陸を引きちぎったわけで、その時にはまだ千葉とかあっちのこう北海道とかないっちゃ、こう西日本だけがあるっちゃ、こうというか日本、それこそ日の本って書いて日本なんやけど、に日本島があるみたいな、こう離れとってこういう状態で、でそれが今度はあの小笠原諸島あの下がすこう実は海底火山があって、それがガン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 って4つくっついてくれるわけ、うん、それで結局あの富士山とかあの辺とかがこうできるけ、地層が全然そこが違うのはその時もらってたね。そして今度はあのなんていうと、あのあそこ諏訪さあの出羽山脈とかなんとかとか、あのあっちの方の山形とかあっちの北海、はい、東日本の山って切り立ったやない、はい、あれがまだ平たかったっちゃけど、結局またこっち側から押し上げられるけ、押し上げられるけ潰れるけ、こうなっていくみたいな、あのそれでまあこう上がっていくみたいなね。でそれでとにかくいつもずっと押されようとけな、日本ってだけずっといつも山が常にずっと隆起しようとけな、今でもだけ雨とかあんなに降るよって言ってもなくならない、山がそり立っとうのはずっと押し上げられてこうなるようけん、この山を結局その形成してるんですって。というのでね、あの一番最初にじゃあ何ができた、できまでできたでしょって、ジオ御膳って言ってこういろんなもんこうあの並べておっしゃったけど、結局一番最初にその中できたのはあのあれ金箔がこう散らしてあったってね、だ要するにあのこの時期に金ができたんだよっていう言葉にしたわけよ、うん、ダイヤモンドができて、でこんだけダイヤモンドとかあのはなかなかこっち側ではできんけど、あの宝石ってさ、そういう地質の本当にこう偶然が出してきた産物なんよ、宝石って、うん、っていうその地球の成り立ちのロマンがあるんだっていうところをね、チリとか そこから入っていくとね、あのただこの宝石が好きっていうのも言っちゃうけど、あの草原になっていくと総合力が作っちゃうね、ただ美しいものにキャーキャー言うようなんじゃなくてね、うん、そしたら日頃例えば今からする勉強とかもはーっていうのがいっぱい出てくるけどね、うん、けそういうのから入っていくと本当はもっといいね。だけどジオジャパンってありよ、ちょうど今、はい、うん、あの結構ちっちゃい子が見ても分かる、 CG でずっと説明してくれるわけ、次が最後最終回の第4回やけ、今までどうだったっていうののダイジェストで話してくれるけど多分分かるじゃないですかね。 あの劇団ひとりくんと、はい、あと何曜日だったうん、ジオジャパン、ジオラマとかのジオやね。あの地質学から入るとね、あのなんかなただ石が好きっていうので終わらんけんね、うん、総合力がつくよ、うん、っていうか私その若い時は思わんかったっちけど、今見たらそうかと思って、今もそれを楽しくしかたないっちゃけどね、うん、でそれでね、あれ500円ってないかんざしのやつ、はい、ね、あれね、もっとねどこから見ても立体的な石が使ったら高いと思っちゃう、あれ半分が平たいもんやけ、はいはいはい、うん、そしたらね、はい、結局刺してみて分かったっちゃけど、後ろから見た時に結局そのもこんもりさせたいのか、こっち側から見たら平たいものが出てくるやない、ここに、あ、そうです、ね、あこれ抱けやすいっちゃーんと思ったと、
立体的なものやったらいいやん。どっち側からも光っとんのやったら。あ、そうですね。ね、うん、でも片方がピャーンって切っちゃうじゃん。ね、はい、何500円って。まあまあ大きくなかったですか。まあまあまあ。だけど500円にしちゃいいやろ。だけどちょっとさ、長めだったでしょ。だけど要するに、まあ、出るわけよ、ちょこっと。ってことですよね。出る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 。それかまっすぐ出すんだったらこうピッて出てくるみたいな。うん。うん、危ないよね、こっちが。危ないからこうなりたいよね。大きいなと思って、あっちの髪の長いまとめるとこう多くなる人よかなとか。ね、そうしたら緩むけん、ある程度やっぱ出るよ。出る出る。今日持っとけよかったね。うん、そう。可愛かったです。これ並べてあるのが、ね、まあもう。うん、いやだけど、ね、私たった15分しかないけど、あの写真は撮って、こう全部回って、最後に、でも、で、初めて、ね、違うのが増えるけど、いや、ちょっと待って、いろんな、やっぱ、綺麗な青いのとかも、いや、ちょっと待って。いやこっちって出てラブラドでこれラブラドライトでしょって聞いたそうですって人がやっぱりそうやなと思ってね。それでねそうそうもっと高いラブラドライトとか高級なの見たことあるけどあんなま500円だよもうあんまもやろあのムーンストーンの代わりだねみたいなもんやね。ラボラトル諸島かなんかで島で見つかったけラブラドライトっていう名前がついてる。でもあれに近い石というかあれをあの象徴にしてあのモーセの10回であの旧約書聖書にも出てくる石なんやなあれってね。あ、はい、っていうの石ですね、はい、まあそんな風です。あの もっとちっちゃいかなあのそんなあんなにたくさんあると思わずに行ったんで無料っていう感覚が無料レベルぐらいで行ってたんでもうびっくりでした。そうね、うん、であそこの場所ね実は会議場としては安いっちゃう借りるのに綺麗ですよね。綺麗よあそこ、うん、母が、2週前ぐらいに紅茶店かなんかに兄から誘われて母が行ってたんですよ、うんうんうん、でその時私興味がなくてこう聞いてたからあ紅茶もここだったんだいろいろ催しがあったんだけどあそこがあのマリンメッセがマリンメッセが駐車場が広いっちゃ広いです。広い場所で、うん、それがただベーンってただ広いけんもうなんか何大きななんかイベントいろんなとこそれは一望できるって意味では言っちゃうけど、はい、なんかのショーがありようとかねで言っちゃうけどそのあんな会議室になっておけんこそブースになっておけばさ ね、まあ、一個一個回でトイレもちゃんとあってさ、うんうん、だけどもう下ではなんか家具のショーがありようって上はあんな感じでみたいなね、うんうん、だけどもうあの施設の規模の割には借りるのにもそんな高くないけんね。うん、そう1日1万円ぐらいの一部だけそこの部屋一部屋借りるのだけどその、そういうわけなんかしようとか思ったら、そんなでき、うわーっていうね、ただ、アクセスがあるかろうが、アゲンして、必ず車で行こないかんべん。ね、だけどそこがちょっとこう、だけどうしても会議とかやったら、みんな博多駅周辺を使うの貸しビルとか使うわけよ。あの、博多駅からパッと歩く県内をやっぱみんな使ってしまうんだけどね。ただ、あんなちょっとボリューミーなイベントしようと思ったら、あそこ悪くないよね。だけど、あ、次はね。うん、あれだけそれこそあのフェイスブックのイベントでキャッチした誰かが興味があるとかおおほんと面白いなってで開いとけば行きたいなと思ってちょうど市場が終わったのあブーンブーンって行くことで行ったみたいな感じ最後あそうやって思い出した、うん、もうちょっと早いけど前に一つ仕事を済ませてから行ったけどあもう一回もうこれもうそれは割愛してからここに来ないかなかったねと思いながら15分はこうもうあれですねすごいですなんか若干走り気味で駆け抜けないと。そう、なんかもう気になったのがちゃんとチェックしたみたいな感じだけど、まあでも一と見てほどと見てないとですね、ちょっと話が違うからね。そう、うん、ちょっと雰囲気だけでも。雰囲気だけでもね。いや、それで。パッて行こうと。で、あとはね、だから自分でピアス作るなり、なんかブレス作るなり、なんかかんだかとか言うねとかなんかちょっとあれ作ったら、あこれた面白かろうねって思うね。うん、自分でこうなんかするんじゃろうね、その要するにね。あの今多いですね。多いもんね。作れるようになるといいかなとは思ったけど、まあちょっとね、まあまあ、そうね。質屋さんが評価する商品とはちょっとは違うっちゃけど、でもデイリーユースに結局その宝石をあのデイリーユースに持っていったっていう意味ではさ、何さんやったっけ？あのパワーストーンをこんなにこう広めにしたやつ、なんとかってこう福岡の人なんやけどね。あのだけもともとですか？そう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 ストーンマーケットさ、うん、まあ、だけあれよ量り売りみたいな感じ、うんうん、そうありそうでなかった分野なんよ実は、うん、でそれでみんなにあのもうあで
ブレスレットとかするのはさ、イタリアのあの結局サッカーチームとかなんかでもみんなミサンガとかつけるようになって、男性もそういうアクセサリーをつけるっていう下地のもと、だんだんで初めなんかあんなおじずみでつけとる人ってもうごく一部の人だったもんね、私たちが若い頃とかだったらね、うわおじずつけとるんだなってとか、今も別にそんな感じだったのか、うん、でトルコ石のあんなのとかね、うまくつけとったらだからファッションによってはおしゃれやない、あなんか羽のツイートなんとかね、こういうのね、まあそうなんでさ、まあちょっと昔に比べたらみんなアクセサリーはおしゃれになってきたかな。そうですね。うん。何個もつけてる方いらっしゃいますもんね。ね、まあそんなんで、ちょっと自分はピアスをつけもんやけんさ、あれやばって、まあ、うん、ただ服によってはこうなんかあの暑い時ほどこうないとけん、あこんなのついとったらきっといっちゃろうねとかやっぱ思う時はあるけどね。うん。まあ今度はそれかもうアクセサリーじゃなければ。ストールみたいな前とかだったら今度は織物の世界になっていくちゃろうけどね。で1階の脇にあのなんかいな、あれ一応福岡の展示会場、はい、国際、はい、福岡国際会議場やけんさ、福岡の一応名品みたいなのやつがちょっとこうエスカレーター降り立ったんですよ、そう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 そで、あれね、1回だったんですね。あれね、綺麗な展示の仕方やけど、美しいなと思って撮っとったわけよ。ね、そしたら、あれって今、あの並んで、並び方がちょうど夜から並びにしちゃうような感じ、発売になったらね、だから周りの人にも迷惑をかけて、なおかつそれがもう転売して、結局その、あの何業者がバーッと買うったりするときな。とき、今年は販売中止。っていう、もう今、幻になっとったけ。お友達 の, あのご両親がだいぶ前に買ったの家にこう飾ってあったんですよね、うんうんうん、でそれしか見たことがなくて、うんうん、お母さんのあの写真がすごく綺麗だな、そうそう、飾り方が綺麗だったけんさ、はい、あ、うん、1階のじゃ入ったの左下側のあの辺かな、そう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 、あ、あそこにあるんですね、そうそう、それであのほらあの福岡大好きっていうあのなんかあのグループがあるけどさ、あそこに福岡ならではのものをこうアップしたりするのも、うん、まあまあ私もあれも趣味の一環だね、結局はね、だけどあれだからね、結構なんか 100人ぐらいいいね入れてくれとんちゃったけど、いいですよねあれ、ね、うん、いいですよね、あの、うん、で私はなんでいいなと思うかというと、例えばこう自分がお茶会とかをもうするとかやったら、あの寄り付きって言ってこう上がってすぐのところに、あの今日のテーマはこんなものでしますっていう時にこうさらっとこう飾るところがあるんだよね。だその時にほらいろんなテーマがあるけんさ、ほらいくつかポロッと飾っとったらさ、ちょっと面白いけどさ、あこんなん気軽に買えたらいいよねって、うん、この頃ちょっと芽生えと思うやけど、全部この日のこれですって飾ってなくても、その日だけパラッとねいくつかね飾っとくと面白い、あとあのいい綺麗にこう服装の上とかに飾るといいかなとかね、なんとかとか思うんだけど、ね、手に入らんとか、そげんせんでさ、転売屋が出品した時点ですぐパッてこう落札あの品物を消してもらうとか方法はあるけんさ、限定販売でいいけん、ね、あともともと抽選にするとかさ、うん、ね、そうですよね、はがきでこうほら応募でごあれした人だけ それでこうね交換みたいにすればいいわけやけどさ、並ばせんでいい方法があるけん、そのなんかな、それで販売中止にしてしまうっていうのはもったいないと思う、だって作る人の後継あれがほら手がもう失われていくやな、ほら、うん、何年もせんかった、うん、ね、そうですよね、 OK、 もったいないですよね、もったいないよね、うん、せっかくそんなね、いやだけどあれとかもいいよな、ほら福岡市に天童市がさあの納税してくれんしゃった人に、ほらふるさと納税してくれんしゃった人に駒を、はいはいはい、駒のストラップを振るみたいな、なんかあのに納税してくれた人に渡すとかさ、なんかほら大人気ですよね、ね、送迎したらいいと思う、うん、並ばせんでさ、そんな人たちは転売せんよ。で、転売したとしても、そのバタッと落とせばいいじゃん。そういいですね。そうそう、僕、そんなことすればいいっちゃうけどね。まあまあまあ、それはちょっとごめん。あの、そこにまで行ってからマネージメントする気があるのはちょっと私の筋違いやけど、でも考え、作らないっていうのはないと思う。そんな名物なのに。作らないって、その内向きな感じはちょっと私は。よごめん、作れんけん、文句だけ言うよみたいな。みんなあれ買ったらやっぱり飾るんですよね、家のこう、まあ、あの飾ってもいいし、そのいざっていう時にお茶人とかずっと飾るんじゃなくて、いざっていう時だけパッと出したりとかする方がね、うん、ほらだけほらうちだとしてあね、ほら羽衣もあったろ、結局ほら博多人形のあのっけやつ入り口に、はい、入り口にあります、ね、ほらだけ羽衣って有名なんよあれね、それなのお題をあれも調べないから、うん、ねほらマニアックなものではなかったろうが、
それなのに歯衣が分かってないまま、ね、あれ多分天井の歯衣と関係があると思うんだけどね。いっぺん博多人形師さんにちょっといっぺん聞いたらいいよね。歯衣のそうすみません、お題はこれどこから来てるんでしょうかって。いやちょあれこれ、あこれ知っとかないかんと思ったもん、あれ見て。でもやっぱあの大きさで踊り4した時のこう躍動感がちゃんとね、もうそれ一瞬を捉えてもさよね。素晴らしかったね。あのちょっと朝が混じっとうようなあの絹のこう感じも、あの泥な土なのに質感がちゃんと出てますね。で、あの能面自体はあれはちょっと塗り物やね、あれ焼き物じゃなかったね。で、私もあれ何とかしてもマーク取ろうと思ってこうしとけとか、あれ光る剣さ取れるわけよ。で、もう一人私同じの人こうって言うんだけど、知り合いでもないのにこれ難しいですよねって、もうこれちょっと後ろ前のマンションが映り込みますねって言って女の人が完全にもう趣味の、でも15分間でそれだけしたしたと、うん、すごい。で、しかもあれあれ撮影はあの自分が 撮りたいですって言ったんだけど、どうぞあのここよかったら撮りませんかって言われて、いやあそうなんでせっかくけど、たださ私がさあれだこけーすこけーすって、こここんな食ったら食ったんだけど、お腹の部分がさブブブって、その時あれ貼り付けたあれだけわざと貼り付けたの後で、あれ見てあれ私あれ貼り付けたの、貼り付けたのよ後から。いや私後から見て、私なんかねこう入りにくいけど、なんかちょうどいい感じにかなさんを釣ってたのに、私をいい感じにするとあの枠も入るし、足を入れようと思うとあの枠が入るし、かといって上半身にするとこっちが入らないしみたいになって、いやだけ後からあとでもどそれがさこんな服やったらいいっちゃうけど、それがピタッとしたやつやったわけよあれが。こんな感じだけど、ね、ここのお肉がさなんかあのあれはもうあのお正月のさ お飾りみたいなったわけよ、青い青いお餅みたいなったわけさ、ちょっとこら出されんのね。でしかもせっかくこう博多丸してた時、あご協力ありがとうございますって時入ってくれて撮ってくれだけど、そこを削るわけよ今回あもうしょうがないパンパンと貼ろうと思ってくださいだから後から貼った。だからあんなになんかあなんかちも後から自分が撮ったのと見ながら、いや私全身入れてこれがこうやん、えちょっと待って、ね、いや それでねそれでスマートフォンでやっぱり撮って写真加工とかを日頃から遊びの中でやっとくと、いざっていう時にパンって出るわけよ、ね、そうするだけでそのスマートフォンのカメラはあのもう要するにもう使いこなせるようにもうパンって打てるようにしとけば、いざっていうと使えるやん。大人が入るにはちょっとあのそう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 でもあなたみんなの小柄で対策だと私はどうしたと思う大変やな。でもてっきりあのほらよく猫あかなさんが中に入って映ってるもんというイメージがあったから入ってるというね、きっと入り入り入り入るとこうなるからはって思いながら頭まで入れてくる出たような気も出るなら、じゃあこの木のところ手前のここでいいんかいな、入れてもらっていいですかって言われたんですよ。ちょっと手振ってじゃあ中に入りますだけどね、何も言わんかったのにちゃんとこうあの紫の綺麗な色が取れるようにとっとんしたんだけど、あこの人やっぱ取り慣れとんしたねと思った、うん、あそこにちゃってあったんだけど、うん、そうあの紫色綺麗に出らんけんね、うん、あれ青く映るよ普通に映ったらね、うん、綺麗でしょ、うん、ねびっくりしたね、うんうん、でそれはその隣の方が持ってきたと、あそこに出してるお店の方が自分いいでも悪いけど強気の狙いだったね。あ、 そう、うん、あれさ、秋吉台とかさ、あっちの鍾乳洞の入り口のこのとことかに安く来るよもんね、はあ、3980円とかさ、まあ大きかったです。いやちっちゃいのも何万円で売るよってさ、あ強気やね。だってうちもいっぺん3000円くらいで売ったよ、だけ1000円で買ありましたよね、あそこのあ、うん、あったよね、うん、見たことあります。3980円それは買い気じゃないあのね、あのあこの値段で売るよって、インターネットに出せ、いっぺんネットオークション出せばよかったかなと思って、でもなんかあんなのに高い値段つけたらさ、うん、質屋さん的にはまずいと思ったわけ私は、うん、で水晶もいっぺん1万円で買い取って、うわどうしようかドキドキしたら市場で3万円出たけど、もっとこんなの入るんだったらもっと買い取りにしようけ、私2回目断ったっちゃけどと思ったわけよ、ドキドキしながらしたことあるけどね、うん、本水晶のこんなのとこってやっぱりね一番3万いたよ。で、ライみんな もっと在庫ないとっていう感じだった。もっとちょうだいみたいな雰囲気だったとき、って思ったよね。で、なんでそれを水晶売りに気にしちゃったかっていうと、それこそやっぱりこんな感じで、水晶の話をここでしとったと。だから昔はさ、あの、
推奨買取福岡とかとかで検索した時に出てこんかったんじゃろうね、うんうん、こんなほらネット戦略で使用しとって10年前とかって珍しかったけんさ、うん、だけど、あのパッて私が出てくるもんやけどそれで見に来てほしいわけ、うん、で調べたら2万円ぐらい生きようことあるけん、まあ、1万円つけとこうかなと思ってこわごわつけたんやけど、で本物はとにかくこんな文字の上にこう並べてした時にあの文字がきれいにいびつにならないことっていうのが本物の証って、それがほっぺたに当てた時に冷たく感じるのが本物の証って聞いてたもんやけどね、一応鑑定書もつけてきてるんで、それがちゃんと中保険のやったっちゃうん、だけどそれを信じたったよね、うん、でそれであのどうしたらさ店に並べたらちょっと怪しくなんかほらちょっとオカルトチックになりすぎるやない、いくらなんでも推し込んだそんなみたいな、で普通に市場の平場に出したった、あの宝石会じゃないなと思って、はいはい、と3万値段あとけ次持ってきた時もあこれ買い取ってよかったんじゃないと、ただ分からんもんそれ相場なのか相場じゃないのかが分からん、うん、あそこ結構高くなってて、そうだったね、入り口だったから、うん、私あそこを最初にじっくり見てたんですよ、でそれでね結局はねあのねこういうものって定価がないけいくらつけたって構わない世界なんよね、そうですね、うん、一番最初につけてある値札が嘘じゃない、杉の数珠になってるのが杉だからもう細いので2万4000円もともと昨日は5000円でしたけどもう大赤字覚悟でじゃあ今日は最終で3000円、うんうん、でもその3000円ってことでも合うわけやん結局は多分 ね、 ですね、うん、と思うよ、うん、でなんか面白いのがあそうですかってで あれとしてないお洋服を一番最初にポンって出したときは5万円で売りようけど、うん、夏の終わりには2万5000円になってて、うん、最終価格はもう1万円とかで売る場合があるやん、うん、もう例えばサイズがものすごく小さいからものすごく大きい場合もう売れ残っとうけんさ、だからそういう世界かなって感じかな、だけど定価で買うっていうのはもうあの何もそんなものすごく人気があってその安くならないともう売り切れてしまうからないっていう状態よね、うん、で値段の付け方ってある意味こういうふうにこの値段でつけたいっていう付加価値がついてある、こんな技術があってこうなんだから、ね、この値段でつけるっていうのがダメではないんじゃね、だけど最終日にいくらですっていう値段を下げるってことは最終日に行くよね、だけど最終日は混んどったっちゃうね、うん、最終日価格っていうのがそうやろってことが前もって慣れ通しとはもうそれで最終日に行くやろね、で駐車場はねあの周りよりももうちょっと歩いていいとやったらもうちょっと離れた普通の人が普通のこう100円パーキングみたいなのが空いとけばそこから歩いていけばもう2時間待っとくぐらいのやったらそっちがいいかもしれない、で最初に回ったんですけど4つ近隣のこう全部回しちゃった、うん、あで最終的に戻ると、うん、回った時間の無駄になるかなって、あそこを使うときはね、もうちょっとこう地図で見て、あこんなパーキングがあるんだなってちっちゃいのでいいけん、うん、探しとったらあの終日700円とかぐらいのレベルまであるけんね、うん、はい、かえって安かったりするけんさ、なるほどね、もうたくさんとこに夏休みは特にあるけんね、高速降りるときからもう渋滞だった、なんかもうどこでも合ってるから、もう本当2時間待っとくぐらいなら、本当ちょっと町のもうちょっと町屋の方に入ってから歩いてくるぐらいでちょうどよかったかもしれないね。うん、じゃそれは言わんかったごめん、あのきゅいや行ったって知らんかったけんさ、ちょっとあれだけど、駐車あそこは駐車場本当考えないから、うん。お電話ありがとうございます。春町やすみです。はい。ああの8月の19日が期限の分が2つありますね。はい。いつ来られます？あ、じゃあですね、今日の、ごめんなさい、3時からちょっと約束があるので、5時でしたら確実に私いられるんですが。はい。うん。うん。あ、そう。あ、そう。じゃあ、ね、他の用事を済ませてる可能性があるので、ちょっと私の携帯に電話してもらっていいですか。はい。うん。うん、
どうしようかな。今日の待って、今から。いやいや、ごめん、明日、明後日じゃなくて、今日で行けるとしたら。あ、そう。そしたら、あ、そう。だから、2時に来れる？ 2時半までに来れるかな？あ、そう。私、3時にちょっと出かけないといけない。3時ちょっと前に出ないといけないんですよ。だから、うん。今から1時間以内に来てくれるんだったら、今日もしてもらった方がいいですね。できれば。はい。いいですか？すいません。事故起こさないように。お車でいらっしゃるんですかね？あ、じゃあ、1時間かかりませんね。じゃあ待ってます、お願いします。はい、よし、今日済ましとこ。明日とか言うたらどうなるか分からんけど、で見るからにモサモサのやつは値段小札だけつけとくけど、いっぺんもう上でいいですよ。見るからになんかモサモサのもう秋物だなって、秋冬物だなっていうの、はい、お願いします。今出して良さそうなのも出す。ですそうです、はい、で秋の前に、秋は10月の14日ですから、はい、9月、1ヶ月、まだだいぶあるやない、はい、だけど9月は茶道具とか着物のご案内をしようと思ってます。あ、なるほど。この前なんかお客さん着物見られに来た方が、あ、前来た時は2箱といっぱい出てたけど、今日は1箱だって言いながら。うん、けどそれは390円の箱の話やね。うん、ですよね。それはまあある時やもんね。そうですよね。これはいつでもあるけど、ある時も、あるものはすべてここに出してますんだからね。はいはい、うん、そうですね。上にはもうないってことですね。そう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 。だけどもうある時に飛びついといてくださいって、次から次にあるわけではないのでと、はい、いうことで言ってて。はい。で今の分はもう金曜日に取りに来にしゃけん、金曜日の前にまた、いや今日持っていこうかなと思ったわけよ今、はい。そしたらもう金曜日に集荷がありますが、じゃあもう金曜日少しでも置いといた方がいいけどね。そうですね。うん。はい、あれ390円安いよ本当。うん、あれよーっと見たらさ、どんぐりの絵なんよ、よーっと見たら、あ、これ秋とかちょうどいいやんと思ってさ、オッケー、だってよーっと見たの方が面白いよ、ない？そう、300円じゃない、しかも1回見たらもう、あれさ、最後の売れ残り市場に出したらさ、山で500円しかいかんちゃうけどさ、まあ和尚が当たり前と思う、その最後の最後の絞り稼いだったらね、そうだわ。だって4泊あったやん、一番最初、はい、一番大きい、はい、うん、でもあれ今あれだけじゃん。そうですよね、うん、もう元取っとよ、ね、4箱で合計6000円やったじゃん、うん、うん、だって一人で1万何本会社としてもらうでしょ。いや、あの人1万円、あの人2万円分買ってないから、もうそれで十分や、いやいや、僕は意外とばかりなのよ ね。390円の希望の専門みたいになる。サンキューショップに専門になるから。あらゆるやつの生地でも390円になるありますよね。あらゆる着物よ。今入ってるんですよ。あ、全部全部。あ、中には紬が入ってるけども、売れました、紬が全部。あ、そうなの、うん、全部あらゆる着物。390円を買いに来る方は、やっぱりこう、最高とかね。でもあれは本当に着るのに390円だったら惜しげもなく着れるってことです、うん、私たちみたいなお稽古着で着る人とか、あと水商売の人でもう本当にほらだって自治クリーニングかかるやん、だからもうほら汗かこうがちょっとなんか濡らそうがこぼそうがね、心配せんでいいやね、パッと洗えるけど、だからもうそうだけど、ね、ご商売で使う人と、はい、お稽古とかで使う人と、だからあらゆる着物はあらゆる着物で売れます。うん、洗えた方がいいですよね。でね、帯だけちゃんとしたのを着とけば、帯は分かるって。よしあしが。なんか帯だけちゃんとしとけば、着物はこうやってわざわざ触ったりせんけん、触らんかったら分からんよ。うん、まあ私は分かるけどね。うん、ですよね、うん、私は分かる。だけど、そのもう、お稽古の時に、あの人、河川の着物着とうっていうことないもん。だって、東レの河川の着物を、何、炭鉱家が押しようぐらい、推薦しようぐらい。洗える着物ですよ。皆さんも結構洗えますかって聞かれるから、洗えるやつの方を探してある。ああ、そうだろ、うん、うん、そう。触った時に洗える着物ですって分からないかん。河川って分からないかん。ことですね。河川ってダメじゃないですよ。は
で、とにかくね、全然ダメなのは今ウールやね。なんでウールダメなのかな、虫食うけん。ウールってダメなのかな、重いけん。それ重いですよね。重いけんかな。軽いの着慣れたやっぱ重いですよね。けどね、昭山ウールってウールもいいのもあるとよ、うん、悪いウールばっかりじゃないとよ、うん、なんかウールやけんダメって簡単に言ってしまうのも単純やねと思ってるでしょうけどね。うん、虫が食うイメージがある。そうね、だから虫が寄ってくるけんかなっていうか。けどね、物によっちゃウール悪くないじゃけどな。でもウール売れんもんね。で、あそこがほらもう買い取りしてくれるのあったけど、量り売りのほら、あ、なんかあそこがあるんやったら日曜からもらってきてもいいっちゃけど、あ、だけどね、あれやったよ、あのモノバンクの下にあのほらよろずカフェって一緒やな、はい、あそこの女店長ちゃんがじゃあのウールの着物をあの出たらモノバンクさんはもうゴミで捨てるんよ実は。で、あ、ゴミで捨てようだったら私もちょうだいってもらえたんだけど、もうほらここ買い取ってくれんけんさ、もう私ももうせんちゃけど、だ彼女はその中から柄のいいのをあの選んで一遍ちゃんと洗濯して、で、あのランチョンマットにした、あそこで使ってる、そう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 、四角いやつ、それそれそれ、であれあのボードは100均であの買ったやつで、それでこうちゃんとパン、で 裏見たらちゃんとこうそうやって作ってあるじゃん。だけど工作としてはそんなに難しい工作じゃない。うん、あ、それとこれがコロンブスのこのこれで、あのあれ剥離したやつ貼ってます。貼ってる、うん、あのほらこの間返品だったやな、剥がれたけど、うん、あれ貼りました。でこれはね、あのブストロボードよ、だけどもうこれ全然おいでね、私ね、L の、靴のメーカーではなくてファッションブランドのちょっとこうミュールが流行った時期があって、はい、で安かった件買っとって、久しぶりにこう素足やけんそのミュールも履いとったら、はい、もうここがベタになって、これベタがここにくっついとった。そしてね、その下のヒールが歩くたびにその辺を汚しまわって、もう怖い、もうごめん、しなさくこれ汚しとる、私はけたけど掃除して、そしてちょっとこれこのままじゃあれやけん、もう買っていこうよと思ってサティに行ったわけ、はいはい、そしてこれは買ってきたって言うけど、でこれ1980円やったかね、はいはい、でごめん、これ捨ててもらえますかって言って、その申し訳なかったけど、はい、もう持って帰れるのなかったけど、はいはい、ただそのいらない靴を持っていくと、5% オフなんですって。どんな靴でも、うん、どんな絵だったこんな捨てないぐらいの、だけどいや私は申し訳ないけど捨ててくれって意味で渡したいよ、いや、これだと 5% オフなんですよって言っちゃって、だけどそれも 5% オフで買っとけ、あ、そうなんですね、その時の買い物は全て 5% オフだった、だけどボンドも 5% オフでありました。ってことはユーズで買った靴でも、そうそうそう、それでね、うわ、これ探していこうと思って下駄箱探したってこと、やっぱないね、簡単にはね簡単にベタがるよう出るような靴はなかなかないけど、いやでもね、もう捨てるぐらいやったら持っていくと 5% オフって美味しくない、うん、美味しい、うん、ということで、あのサティの中の靴屋さん素晴らしいって言っちゃう、宣伝しておきました。 でもさ、エコーって前言った、これはあれかな、あなたが来る前やった、エコーってあの ECCO って書いて、エコーのあのこういうサンダルとか、まあとにかくあの運動する人のシューズやったんですけど、なんで一番最初したかっていうと、サティにも入っとったし、あそこ、トスナーアウトレットにも入っとったじゃん、うん、でそれで買ったったよね、はい、ただその一番最初に買ったサンダルはどうもらってないのに、2回目に買ったやつがその結局このゴムの部分がボロボロになったわけで、私ものすごくこうこの時期どうしてももう素足で履きたい時のいいやつやと思うわけで、いい感じで革使いになったわけ、ちょっとよそに行くのにもあの気軽に履いていけるやつだったよね。でそれでこれどうやって修理したらいいんでしょうかって、こっち側にお店がないみたいですから、うぬって言ってからネットで相談したわけよ。だけど、もう送ったわけ。あのもう元払いで、着払いではなくて。はいはい、
そしたらこれと全く同じものはありませんけど、これはあの結局そのお客様の使い方が悪くてものであって、その素材の結局そのボロボロになるその経年劣化で、その要するにこういう商品、あの素材を選んでたうちではうちに欠陥がありますのでって言って、今の現行で似たようなものということで、要するにそれを送ってきてくるし、修理はもうできません。でお金取れちゃう。それ普通に1万5000円、2万9000円ぐらいで売り寄って、 夏は半額になって1万5000円ぐらいになるんですよね。へえ。私5年ぐらい入っとったんですよ。すごい。神対応やろ。だけどもうさ、だけどそんなボコボコに なるようなのを一時期使っとったわけよ。だけどもうそれはもう無償でも返品公開しましょう。あ、すごい。で私は別に交換してくれとか、あのこんなの責任取れてったんじゃなくて、はいはい、書きだれと思うんやけんね。結局その買いたいんだけども、どんな買い方ができるのかって言うと、そうでこうなってるっていうのを見せた方がよかろうと思ってさ、実はこうでもう一つの前の方はね、なってないなって、いまだにこう普通に突っかけみたいな感じで履き寄っちゃうけど、ゴムの部分がダメになってね、ここだけ切って普通にこう突っかけみ、日頃のパッてこうゴミ出し行くとかとか、そうとね、近所に歩くとか行くときに、あの履き寄っちゃうけど、それどうなってないのに2番目に履いてるとボクボクになったわけよ。神対応やろ。ですね、だけど今はもうその素材を使ってないから、そういうことにはならないっていうのね、ちゃんとエコーを押しておきました。なんかすごいですよね。とかうち近所のスーパーから追加を母が買ってきて、切ったらすごい筋が入ってて、それをちょっと電話でかけたら、もうすぐ違うスイカをあのお店の方持ってこられたんですよ。でこの前私イメタンとお豆腐買ったら、綺麗なんですよね。ビーだけで反対向けるじゃないですか、切るとき。ただ裏に黄色い膜が張って、へっと思って食べていいかどうか分からなかったので、ねね、ちょっとイメタンに問い合わせたら、もうすぐタオルとそれ以上の豆腐をすぐ持ってこられて、だけど、あの、なんて言ったらいいとこやな。一歩間違ったらそんなのをなんか食い物にするような人もおるかもしれんけど、ほら、モンスター何カスタマーみたいに、なんかほらこうモンスターペアレンチャー、おいや、それは PTA の方やけど、あのそっちの消費者の方側の対応とかもあろうけど、あのそうじゃなくて、ああ申し訳なかったっていうので、こうすぐ差し替え、うん、すごいね。なんかうちはね、ブレスレットが、はい、あの時よ、セールドで買いちゃったけど、ポコって引っ込んどうって言うんでしょうけど、なんかなと思って、まあ、とにかく受け付けとこうと思って、ただなんか、それメーカーが自分のところのなんか印でつけとうような刻印やったと、私に言わせたら。だけども、お客さんも返品したいって言うときは、あ、それも受け付けますよって言ってからね、もうすぐ返金させてもらったし。で、うちは代わりになるものがないもんやけどね。そうですよね、同じものがあるわけじゃないでしょ。ほら、ルーペで見ようしちゃった人よ。セールの当日でほらワンピースも着てから、ほらこうやけんあやけんって言うと、あの細い方人、うん、でどうして皆さんこのセールをこんな着てあるんですか、はい、そしたら、うん、昔こっちでってことですか。昔の話ですか。その返品しに来られたの。いやいやいや、その後よ。この間ブレス買われました。うん、あ、うん、この間買われました。買われましたよ。ダイヤが入ってる。そうそう、はいはいはい、うん、あれば返品しに来た。で、まあ、案内状を送らんことにしてあったっけ。返品は受け付けたけど。そんだけ見たら。そういうこと。で、それでね、お客さんは、わあ、すぐ返品を快く受け付けてくれるっていいですねって言うんだけど、あ、いや、それはもうすみません、こちらも説明不足で、あの、セールの時はどうしても説明がね、あの、どうしても細、あの、充実しませんので申し訳ありませんでしたって言って、そこはもうちょっと受け付けとったけどね。プラチナの部分のどっかに入ってたんですか。あ、そうだけど、こうポンポンってなんかちょっとこう へっこみと言われたらへっこみに見える。だけどあれ、あんなとこへっこませるともう手が怪我しと、うん、あれはそんなでぐちゃぐちゃ、まあ、だけど小売りしにくい商品やね。うん、でもあれはさ、あんなルーペ美容しょっちゃけんさ、まあでもそう、まあ長い間見られてましたよ。気がつきなさいよかもしれないけどね、本当はね。まあでもほらそこはもうお客様にね、あのだって豆腐はさ、そこで開けてこうやって見るわけいかんけんね、当然と思う。一応来られた時に見せるために撮っといたんですけど、写真も撮って一応こう参考になればお返ししますそうね。だってそうなるってことはちゃんと販売工程、あの製造工程で考えないかもね、うんうん、ああ、のことですね、うん、けど私のエコードサンダルはすごかろう、うん、あのだけどね、
7分経っておけん、結局このことで結局少し割引券付きみたいな感じで販売しますってなら分かるって、うん、1万5000円の結局その1万円で販売させていただきますみたいな、はいはい、いやだけあれはもう着払いじゃなくて元払いで送ってきたっていうのが多分私ね少しでもあのいい交渉をしたいと思ったわけだけど、まさかさもうお金いりませんと言っちゃうとは思わなかったよ、うんうん、あの相談あの長いいいお付き合いをしたいと思ったけど元払いで払ったわけ着払いじゃなくて、うんはい、そしたらほらこっち側がほらねかなりちゃんとしたユーザーさんなんだって思ってくれるやろうと思って、はい、元払いでパウンド送りつけとんのとはやっぱちょっと話が違うよな。だけど向こうがね多分なんか特別対応の引き出しを出してあの多分裏メニューとかメニューにない判断を信じちゃったんじゃないかなと思って、ね、だけどあれそれ書いたらみんなが相談しちゃってかだけどみんなすごいね対応がね、うん、でなんかお豆腐の時は同じお豆腐の買いがいいですか違うものがいいですかって聞かれた時に多分同じものだとまたなってるかなって不安があるかなと思って多分聞いてたって言ってくださったと思って、ねうん、じゃあ違うのでいいですかって言ったらじゃあさそこに卸しをしゃった豆腐屋さんはやっぱ結構厳重注意よね。そうです。あのそんなに言われて自分たちも豆腐屋さんでチェックできないので、もうこれを作った側に。だけど次からも仕入れをそこでも止めますみたいな話になるかもしれないね。うん、そうですね。作るの大変だね。なんかねちっちゃな虫とかはね入るのは入るらしいじゃんね。ほら虫ってあるやん、まあね、今の時期ね。なんかそんなのでね虫とかも絶対 100%ないっていうことがないらしい、ね、開けて虫が入っとったらねギョッとするよね。虫が入っとっていうのは琥珀だけやろ喜ばれるの。いやあれさ写真にねこわあのサソリが入っとったけどさそれは見とかないかんねと思ったけどちょっとそれ見つけきなかったじゃん。あのミネラルショーのあの、はい、チラシのと上のあサソリが入っとったけどね写真はね写真はね、うん、サソリが入っとるのなんか珍しいけどさへえと思ったで、まあ自分がお客さん側になった時にすごい対応不審者ねと思ったら、まあ、まあ似たようなもしできるのであればした方がいいけどね、うん、私うちねケースとかがたくさんあってもみんな迷惑になるやろうけと思ってあの布優しいあの袋なんですよ。そしたらこれであこれでもらえると嬉しいあの持ち運ぶ時に便利よねって言った時あの分かってくれとんしゃねと思って喜ばれるときは嬉しいなと思うけど、あのここはケースとかも何もつけてくれねって言っちゃうからさ、やっぱその両方のしゃねと思っちゃうね。でも安い指輪の場合さ、もうケースつけおったらもうケース別にセットで、そうそうそう。だけあの中古でこれここから好きなの選んでくださいっていう対応にはなって、私これこの間高いのが売れたじゃない、はい、エメラルド、はいはいはい、あれはつけるとあやって、はい、新しいやつ、うん、っていうのでまあ一応3段階やね。でまあ、100% 同じ動作をしてみんなに結局その喜ばれるわけじゃないけん、その人に合わせた、でもいっぺんそれを提案してみて喜んでくれ、あの人は結局あこのタイミングでたあの喜んでもらえるんやねってよく買いに行きちゃう。私はなんかあのほらお年寄りのあの方がおっしゃる、うん、あの人はケースつけたら喜びちゃっちゃう、うん、やっぱまあ昔の人なんやろね。こうケースがこうじゃあってこう家にこうあったらほらこんなに持ってるっていうのがなんかこうやっぱ一応ね、でそうじゃない人はそんなほらもう結構ほら引き出し入らんことになるけどさ、あそうそう、うん、もうそれやったらちゃんともうジュエリー自分のジュエリーのなんかこう持っとったりするやな、はい、綺麗に、はいはいはい、ねもう引き出しがジュエリーになっとるみたいな、はい、だそういうタイプの人にとってはつけていって夜とかちょっと外したいとかいう時にああいう袋があると便利だなって、うん、私とかそう思うもんやけどあの袋つけようわけよ、ちょっと入れれますね。ねたらあれを入れとけばバッグの中で痛まんよね、うん、ね鍵とかとこれ一緒に入れとったらねちょっと心配けど、うん、あれに入れときさえすれば心配せんでいいや、うん、で昔はね京都であの小物が貝の口っていうのがあったっちゃう、はい、こう貝の口みたいな形の、はいはい、でそれがねどこが蓋かどうか分かるか開けた時にここが開いたらバーッと落ちるわけよでしかもこんな丸い格好しておけ結構かさばるわけ。でも見た目可愛いです。可愛いよ。だけど、ね、うん、だけど貝の口は可愛いっちゃけど、うん、
どこ開け方によってはポロッと落ちるもんやけどね。だけどあんなあっちのタイプの方が、だけ手作業ができるんやったら、ああいう切れでジュエリーケースとかを作るといいのかもしれないね。店長、これこうなっちゃいけない。あ、それ貼ります。そのボンドで、あのビャーって出るけん、少しずつちょんちょんちょんつけて、ビネつける。あの、あ、夏が暑いんで、ダラーって出てきます、ね。そのボンド。で、それはね、あの、たまにしか履かん、よそ行きの草履とかの剥離とかも、それで一応ちゃんと収まります。へぇー。一平しました。その代わりだけど、問題なのは、いっぱーってつけすぎて、はみ出るやん。はみ出たとか黄色く残るので、少しずつ使いながらっていうのは、こう、少しずつ微調整しながら、だから根気、ちょっとそれで根気がいるよね。綺麗に仕上げるため。ビャーってビャーって、もうそう終わるけど。なので、その、あれがいい。根気を。ちょっと、技術がいります。今から、あの、あそこ、セコムが来ます。セコムの間違いが。これ、セコムかな？冬はもうあったかいのくだらね。あ、ね、これ誰の？林さんのか。もう飲んどこうか、はい、もうよかろ、もうもらっとこ、今日ね、今日ちょうど今からセコムが取って、セコムで出す、もう冷やしといて、これをわざわざ取って感じ、で、ごめん、私が知らんかったやつ。何やったっけ、コマの、あの、なんか癒されてどうのこうの。ハンドスピナー。はい、いや、知らんかった。
午前中は忙しかった。そんなの。1日ってあれ普通偶数月の偶数月の1日じゃなくて1日はいつも普通あれとか昔は忙しかったとか。今日は生活を。まあ値上げとかありますありましたけどね。うん。どうもお世話になります。はいはいはい、あ、そうなんですね。あ、そうですか。あ、はい、場所はですね、長者丸なんですけど、3時ということだったので私ちょっと他の用事を今入れてしまってたんですよ。はい、で、そうですね、あ、じゃあお店の方に来ていただけますか。じゃあ一緒に行きましょうかね。はいはい、そうです。ですね、セブンイレブンのところから春町駅の方に向かっていただきまして、駅に向かって右の方に曲がっていただくと、お店があります。はいはい、あ、分かりました。じゃあちょっと先にそれを見てからちょっとすぐまた店に戻ります。はいはい、お願いします。はい、なんかこの人私より自由やね。早く来たけ言わんけど、まあ私は午前中待って。